隅田川花火大会。隅田川花火大会は、東京都の隅田川沿い、台東区浅草、右岸、隅田区向島、佐賀周辺の河川敷において、毎年7月最終土曜日に行われる花火大会であ、毎年8月に開催される江戸川区花火大会と共に、東京に大花火大会の一つに数えられる。隅田川花火大会は、江戸時代、 隅田川での船遊びが許された農業花火解禁期間の開始日に花火師の鍵や玉の矢野が自身の花火を宣伝する目的で大々的に花火を打ち上げたことに由来する。この大会の起源としてこれまで広くルーフしていた言説に次のようなものがある。この半ば定説化していた伝承は明治時代中期から昭和初期。 1890年代から1930年代にかけて徐々に作られていったものであり、歴史的事実とはかけ離れている。例えば、これらの日本国内での流行は、1822文政5年に西日本一帯で起きたのが最初であり、1732年に流行したというのは事実に反する。下に引用した清水政府の文章は、この 伝承が形成される、途上の1907、明治40年に書かれたものである。江戸時代の文献には一切登場しない、教法18年や試作用の花火宇宙へなどといった情報が記載されている一方、大正時代に突如登場する水人祭というワードは、まだ見られない。時間をかけて少しずつ形作られた、この伝承の画は、明治20年代に現れる。 1891、明治24年の新聞記事では、多数の仕掛け花火の打ち上げが始まったのは、4674年前あり、これに基づけば、1731、享保16年頃以前に始まったことになる。伝承にあるような、1733、享保18年という具体的な年は、この記事にはなく、また、試写用と、 最悪除去を祈願する話も一切なく、隅田川で販売する花火の売り出し広告として、川開き花火を始めたと書かれている。翌年以降も似たような記事が新聞に掲載されるが、式についての記述はまちまちで、1892、明治25年の記事では、およそ200年前、1893、明治26年の記事では、百数十年前、 1896、明治29年の記事では、明暦、1655から58年以前と一定していなかった。このように、明治20年代の段階では、式について、教法年間を含む約100年の誤差があり、教法18年というピンポイントの設定は、まだ誕生していなかったのである。教法18年という具体的な年が現れるのは、 明治30年代になってからである。その講師が1903、明治36年の新聞記事であり、そこには、教法18年5月旧幕府の免許を得て、初めて挙世史と記されている。しかし、この記事には、教法18年に始まったことを裏付ける根拠は、一切示されていない。それにもかかわらず、これ以降、教法18年という数字がその真偽を検証される。 ことなく、一人歩きしていく。ただし、すぐに、教法18年説が格好たる地位を得たわけではない。1932、昭和7年の新聞記事では、天羅2年、1682年、川会が始まってから250年とあり、主催者がそれを記念して、川開きを代々的に催すことにしたと書かれている。主催者が天羅2年説を喧伝していることから、 1932年の段階では、まだ教法18年説は十分に定着していなかったことがわかる。明治40年代には、上で引用した、清水政府、東京名物100人一種などのように、基金との関連性を指摘する記述が登場する。しかし、基金支社入花火というストーリーはまだ一般化していなかった。例えば、1911。 明治四十四年に出版された、若月師蘭、東京年中行事下官には次のように書かれている。若月は、基金について述べてはいるが、それが川開き、花火打ち上げのきっかけになったという書き方はしていない。それどころか、川開きは、車視の風の象徴のように描かれてを、異例や、悪病退散とは、正反対のイメージである。また、若月は、 対象地域や死者数等を具体的に示して、教法の大基金を説明している。これらの内容は、徳川三木と完全に一致しており、そこから引用したものと考えられる。若月の文章において、基金は、当時の世相を説明する一要因に過ぎず、基金と川開きとの間に、直接の結びつきは示されていない。しかし、この徳川三木から引かれた、 詳細な基金状況の描写が、後に、異例目的説に取り込まれ、結果として、伝承の強化、完成に寄与することとなった。1923、大正12年、その年の川開きを報じる新聞記事において、水神祭という子が、初めて登場する。この記事では、基金による死者の異例のために云々という、異例目的説は登場せず、花火は、 水神祭の余興という位置づけになっている。大正時代になっても、まだ伝承は完成していなかったのである。あやふやだった花火大会の起源に関する伝承が確定し、ルフしていく活気が1934、昭和9年に訪れる。この年に刊行された公式プログラム、両国側海大花火番組に、川開きと火の遠隔という論考が掲載されたので、 三宅は先に引用した若月知蘭の東京年中行事の記述を下敷きにしつつ、これらの流行、異例と悪役退散という目的、時の政府、江戸幕府による実施、水神祭と河瀬書きという4点を付け加えた。これまでバラバラだった断片がまとめ上げられ、ここに伝承が完成したのである。三宅は日本料理に関する著書を何冊も出し、 俳句もたしなむ文化人であった。そのような人物が主催者の公式プログラムに、教法の大基金の説得的な根拠を示して、花火大会の期限を論じため、これが定説として定着していく。木村総八、画家、風俗史家、朝倉春彦、江戸研究者、墨田区氏などがこれに追随し、流布されていったのである。以上のように、 隅田川花火大会の起源については、1891、明治24年から1934、昭和9年までの40年ほどの間に、花火業者の広告目的から異例と悪病退散のためへと趣旨がすり替わり、かつ、明暦以前開始設や天灘に年開始設もあった、中で、教法18年開始設が根拠もなく採用され、広まっていった。こうして、 伝承という名の作り話が定着したのである。打ち上げは最初期は鍵屋が担当した。歴史は鍵屋の方が古く、江戸での創業は1659年。七代目鍵屋の番頭、玉屋聖吉、後の玉屋一兵衛が、のれんわけで、1808年に玉屋を創業し、二業者体制となり、双方が腕を競い合っていた。 鍵屋と玉の屋のは異なる打ち上げ場所から交互に花火を上げたため、観客は双方の花火が上がったところで良いと感じた業者の名を呼んだ。これが花火見物でおなじみの玉屋、鍵屋の掛け声の由来と言われる。当時評判が良かったのは玉の屋の方で玉屋だとまたまた抜かすわと鍵屋いいと川柳にあるよう、玉の屋の掛け声ばかりで鍵屋の名を呼ぶ者がいない。 と言われた時代もある。ただし、玉屋は、幕末期、1843年に、失火事故を起こし、半丁ほどの町並みを消失させた罪で、江戸どころ払い、追放を命じられ、一代限りで断絶した。ただし、その後も、江戸のすぐ近くで、細々と営業していたという説もある。一方の鍵屋は、日本最古の花火会社。 株式会社総建花火鍵屋として現存している。ちなみに、それまで難しい技術とされていた、同心炎上に飛散する花火を明治期に及ぼさせたのが鍵屋出る。日本で最初に花火を鑑賞した人物は、一般的には、徳川家康と言われている。江戸時代に書かれた、駿府政治録などに、六百十三年、イギリス国王施設ジョン・セイリスが駿府城を訪れた際、 中国人を使って、家康に花火を見せたという記述が残されている。この時の花火は、現在の打ち上げ花火とは異なり、竹筒から、火の粉が噴き出す単純なものであった。これを機に、家康が、三河の宝実隊に命じて、鑑賞用の花火を作らせるようになったのが、日本における花火の起源とされる。両国川開きの花火は、明治維新や、 第二次世界大戦などにより数度中断した。1961年から1977年まで交通事情の悪化や隅田川の水質を抱くによる匂い外等により中断するが、1978年に現在の隅田川花火大会に名称を変えて復活し、以後毎年続けられている。毎年100万人近い人手が見込まれる、この大会は、 桜橋下流から今井とと橋上流までの第1会場と駒ヶ手橋下流から馬屋橋上流の第2会場を合計で2万発以上の花火が打ち上がり同時に花火コンクールが行われる。なお、3年に一度7月に参議院議員選挙が行われるためその年の開催日土曜日の翌日が選挙投票日に当たる場合開催日が打点や 強風の場合の順延はなし、事実上中止となる。東京都知事選挙が実施された2016年も同様である。これは投票所が花火大会会場内にあるため、安全上の理由によるものである。2000年第23回大会は九州沖縄サミットが開催された影響により、8月開催に延期された。なお、 浅草サンバカーニバルは同年9月9日に開催された。2011年第34回大会は東日本大震災の影響で都内の花火大会が次々と中止を決める中、東京都副知事、井瀬直樹が8月27日に日程を変更して開催することを表明した。この開催延期の影響に伴い、 浅草サンバカーニバルの開催が中止となる事態が発生した。2013年第36回大会は、雨天及び強風により大雨、洪水警報と雷注意報が発表され、開始30分足らずの19時40分に大会中止が発表され、途中打ち切りとなりコンクールも競技不成立なったが、順延は行われなかった。1997年、 第20回大会に雨天による延期という例があったが完全に中止となったのは2013年が初めてである。なお、翌年の2014年第37回大会は雨は降らず予定通り開催され無事に終了した。2018年第41回大会は当初7月28日に予定されていたが台風12号の接近に伴い7月29日に 延期して開催された。なお、同日は2020年、東京オリンピックパラリンピックを見据えて、本大会の警備に、人工知能、AI が、初めて導入された。2020年、第43回大会は、2020年、東京オリンピックパラリンピックの開催に伴い、例年より2週間前倒しして開催する予定。本大会の花火の眺望を期待して、 周辺のマンションを購入する動きも見られる。2006年にはマンション分譲業者が花火の帳簿を売りにして販売したにもかかわらず数年と経たないうちに隣接地に別のマンションを建設して花火が見られなくなったとして住人が業者を提訴した事例もある。東京地裁は花火の帳簿をいかなる場合にも法的に保護すべき利益とまでは言えないとしながらも 審議則上の配慮義務がある売り主の会社地が、帳簿を妨げた特殊な事案であるとして、業者側に医者料の支払いを命じる判決を出している。両国ゆかりの花火業者7社と、全国花火競技大会などで優秀な成績を、収めた3社の合計10社が、花火の美しさと技を競う。なお、表彰式は、コンクール終了後に行われる。当日は、 会場周辺に大規模な交通規制が敷かれる。首都高速6号向島線は、夕方から21時頃まで会場付近の区間、両国ジャンクション包み通り入り口、堀切り JCT 間が全面通行止めになり、周辺道路も許可者以外通行止め等の措置が取られる。東京メトロ銀座線、東部スカイツリーライン等は、臨時列車が運行され、 都営浅草線は臨時増発のほか、京成押上線方面のエアポート回徳は東日本橋駅で京成押上線内の種別に変更する東本橋駅押上駅間は各駅停車、浅草橋駅、倉前駅、本所あずま橋駅にも停車。なお、歩行者が 会場周辺の隅田川の橋を渡る際は、混雑防止の観点から、協場は立ち止まり禁止かつ一方通行の措置が取られる。2002年頃には、大会当日の夜間、21時頃の常磐線、中距離列車、中電、普通列車が、当時は通過していた三河島駅や南千住駅に臨時停車したこともあった。近年、寒暖モラルの低下が著しく、 観覧会場及びその周辺道路には、場所取りと称して粘着テープを貼り付ける行為が多く、見受けられる。この行為は、交通規制前の大通り、水戸街道、清澄通りなどでも堂々と行われており、許可なき道路の占有や汚損を禁じた、道路交通法に違反する行為であると同時に、交通事故の原因となる危険な行為である。 墨田川花火大会と前身の両国川開きを中心とする花火大会に関する資料や花火の模型などが展示されている一般社団法人墨田区観光協会による運営1978年の第1回より毎年テレビ東京が独占中継している1983年は両国川開き250周年を記念して テレビ大阪とテレビ愛知にも同時ネットされ、この年はゲストとして、内海恵子、吉江をはじめ原田友代は、自身の映画初主演となる、時をかける少女の宣伝も兼ねて出演した。遅くとも、土曜スペシャルの放送開始以降は、ローカル枠で、原則関東ローカルでの放送、TXN 系列各局は別編成であることも、珍しくないが、近年は、 テレビ愛知へもネットされている。ハイビジョン制作。テレビ東京は大会の再開へ積極的に協力した経緯から現在に至るまでテレビ東京の独占中継が認められている。放送開始当初には NHK 首都圏放送センターが都の反抗協的行事を一方局が独占するのはおかしいと実行委員会に抗議を申し入れたという。メイン司会は 1> 第1回は、宮田明、1990年代後半は、小倉智明が担当し、近年は、俳優の高橋秀樹とテレビ東京の女性アナウンサーが担当する。他、会場各所に、ゲストが、出演、さらに、レポーターとして、審査会場、ヘリ等に3名ほど配置している。また、テレビ東京の人気番組とのタイアップも兼ねている。会場周辺に本社がある。 アサヒビールがメインスポンサーとなっており、アサヒビールスペシャルとして放送される。肩書きは放送当時。指名横に丸印がついているものは、テレビ、東京アナウンサー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。